い、どうもホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。皆さん辛いものは好きですか？韓国といえばコチュジャンが有名ですが、今回紹介するのはタテギとかタデギと呼ばれる万能辛味調味料です。ちょっと料理に足すだけで辛味とコクが増します。スープに足したりタレに入れたり使い方はいろいろ。それでは早速やっていきましょう。今回使う材料はすごいシンプルにこれだけです。レシピによってはコチュジャンを使ったりごま油を使ったりもありますが、他の料理に使いやすいようにシンプルに作ります。まずはニンニクの皮を剥きます。次に生姜の皮を剥きます。ニンニク生姜ともに 80g ずつ用意してフードプロセッサーにかけていきます。しっかりと丁寧に均等に細かくしていきます。次に粗唐辛子 450g を用意します。フライパンにサラダ油 500cc を加えて、先ほど細かくしたニンニクと生姜を加えて弱火で温めていきます。香りが立って全体にふつふつしてきたら火を止めて粗唐辛子を入れてよく混ぜます。火をつけたままだと唐辛子が焦げてえぐくなるので注意してください。最後にすりごま 50g を加えてよく混ぜればタテギの完成です。せっかくなのでこのタテギを使った簡単おつまみの辛もやしを作っていきます。ナムルの詳しい作り方は以前動画にしているので、そちらもぜひ参考にしてください。まずはもやしを2分茹でて水気を切ってボウルに入れます。塩小さじ1/2、味の素少々、ブラックペッパー少々、ごま大さじ1、ごま油大さじ1、醤油小さじ1を入れてよく混ぜます。タテギを入れて醤油小さじ1を足して再度よく混ぜて完成です。器に盛り付けて糸唐辛子を乗せれば出来上がりです。それでは早速食べていきましょう。いただきます。今回は自分の好きなブリュードッグのパンク IPA を合わせて飲んでいきます。寒い時期なのでちょっと苦味のあるタイプのビールをゆっくり飲むのが好きです。特にこのブリュードッグのパンク IPA は自分好みで、六本木にブリュードッグができた時にすぐに生ビールを飲みに行った思い出があります。やっぱりうまい。普段の飲み慣れた日本のビールとは違い、適度なホップの苦味が癖になります。辛もやしも食べてみます。この辛味とニンニク、生姜、ごまの香りがさらに食欲そそります。お肉に合わせてもご飯に合わせても OK です。自分はこの辛もやしだけあれば他のおつまみなくても飲めます。家で作るインスタントラーメンとかカップラーメンにタテギをちょっと足すのもおすすめです。今の時期なら鍋の薬味でタテギ使うのも美味しいですよ。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。タテギの作り方いかがでしたか？他の調味料の作り方も紹介していくのでぜひ参考にしてください。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、ぜひ前橋に来た際はいろいろお店探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。